いいわ。いい感じだよ。いい感じ。うん、おしゃれ。後ろのシート抜群に。後ろいい感じ。いや、かっこいい。抜群に。竹岡家の注目の一台。さあ、いや、けいちゃん、はい、何ですか、注目の一台って、このコーナーですね、うん、私が今最も注目している一台をご紹介するコーナーとなっておりまして、いいですね、はい、今回はプジョーの408ハイブリッドを持ちいたしました。なんかもうプジョーこれ押してますよね。いやいやいや、すごい素敵な車なんですよ。かっこいいですね。で、はい、今日はですね、車をご提供いただきました、うん、株式会社サンオーダスのロイクさんとともに、ご紹介をしていきたいと思います。ロイクさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。男前ですよね。ロイクさんはどこの方なんですか。フランス。フランス、はい、でフランス語喋るんですか。フランス語は喋れるでしょうね。もしもし。よかったよかった。よかったよかった。だから今日は大好きなあのフランス車、フランスを持ってきました。なるほどなるほど。いいですよね。これどういう車ですか。スポーティーラグジュアリーな車。SUV ですか。SUV でもない、あのセダンでもない、あのファストバック。あ、ファストバック、はい、今流行りの、まあ、クロスオーバーみたいなファストバックですね。これ例えば日本だと、うん、ライバルは何になるの。この車あんまライバルいないですよね。ハリア、ハリアは SUV だから。違う車というとトヨタの新しいクラウン、あ、クラウンスポーツか。そうですね、確かにこの辺クラウンスポーツっぽいよね。クラウンスポーツ確かにそうですね。クラウンっぽいね。クラウンスポーツ確かにそうか。いや、これ横から見るとちょっとクラウンスポーツっぽいもんね。ああ、でもかっこいい、またタイヤがすごいな、これ19インチ。もっとあると思った。後ろから見るとすごいんですよ。なんかこの辺すごくないですか。後ろの屋根の周りのデザイン、ここがすごいの。これほら、そこで、これって全部中もこんなモチーフしてますよね。そうですそうです。なんかランボルギーニみたいな。そうそうそう。そうでしょ。ちょっとベルトーネかなみたいなね。そうそう。へえ。これハイブリッド。ハイブリッド。はい。ハイブリッドモーターは約、約10馬力で、はい、あのエンジンの方が 1.6 リッターの、約80。はい。なるほど。合わせると225馬力もあります。重そうですね。まあでもそこまでは重くないと思います。僕これ乗ったことあるんですけど、軽快ですよ。あ、そう、はい、でね、ちょっと中見てくださいよ、はい、さっきのね、このあんですよ、この辺のデザイン、これがね、中もモチーフになってるんですよ。あ、そう、ほら、おしゃれですよね。あ、そう、なんか全体的にね、こういうなんかカクッカクッと、そうそう、はいはい、ひし形というかさ、ね、そうですよね、で、プジョーはほら、アイコックピットってハンドルがちっちゃいから、ハンドルの上からメーターを見るような、姿勢になるんですよ。これね、そうそう、へえ、それアイシートもおしゃれじゃないですか。おしゃれ、おしゃれ、ね、おしゃれ、おしゃれ、さすがオフランス、オフランス、本当に、おしゃれ。さすがですね、おしゃれだね、おしゃれだ。え、これでいくら。このモデルだと、629万ですけど、補助金が出ます。ああ、そっか。一番下のグレードは429万です。なるほど。いや、おしゃれ。おしゃれですよね。これ、横幅はいくつですか。1850。だから、日本のマンションに問題なく入る。なるほど。ちょうど行ったってことは、本当にまさにクラウンと同じような。本当に、そうだよね。確かにクラウンスポーツ、本当そうだわ。そうだ。なんでこのなんてフランスの車っておしゃれなんだろう、やっぱさ、もうそのブランドもいっぱいあるじゃない、フランスって、だからやっぱセンスがいいんだろうね。いいんだよね、なんか、かっこいいっていうかおしゃれだよね。おしゃれ。プジョーは特にパリが本拠地だからね。ああ、そっか。おしゃれですよね。特にプジョーがもう世界一番古いメーカー。あ、そうですね。経験がありますね。胡椒引きとか作ってるところから始まるからね。これなんていうブルーなの。オブセッションブルー。オブセッションブルー。オブセッションブルー。かっこいいよ、なんか戦闘機みたい。いや、めちゃめちゃかっこいいですよね。かっこいい。後ろのシート抜群に。後ろいい感じ。いや、かっこいい。抜群に。めちゃかっこいいじゃん。ね、何がいいかっていうと、後部座席座っても、なんかほら、閉じ込められてる感じがしない。あ、そうですよ、ね。というのは前の座席よりも後ろの方がちょっと高いんですよ。確かに。だからね、後ろに座ってもちゃんと視界がよく見えるから、
子供たち大喜びですね。こういうところのステッチがね、そうね、蛍光グリーンとイエローとシルバーみたいなグレーと2色なんですよ、うんうん、いいね、おしゃれだね、おしゃれ。あとシートはテープレザーとアルコンタラね、シートもめちゃめちゃね、おしゃれですよ。ここまでついてますね、アルコンタラは。そうすごい、おしゃれだね。夜の六本木に似合うんじゃないですか、土屋さん、うん、いいんじゃないの、ね、おしゃれ。ちょっと早速、じゃあこの走りましょうよいいね、ちょっと走りましょう。いい、うん、いいじゃん、ちょっとかっこいいぜ、メーター。俺大好きですよ、これ車。じゃ行きます。お願いします。お願いします。本当おしゃれですね。ガオ、おしゃれだね。スピード出しても大丈夫ですよ、ね、あ、そう。後ろから見てもあのインパネがめちゃくちゃおしゃれだもん。品があるんだよね、うん、へえ。これでなんかだな。これ足回り変わる？変わらないです。変わらない。スポーツモードとこれ何が違うんですか？ハイブリッドだと、うん、あのモーターも変えて、スポーツだとエンジンの方が強くなる。あ、まあ、特にアクセルのリスポンスとかあのブレーキの感覚が変わります、はい、今本国だとあの上アクトがあるんですか？アクトで天井は、あ、天井はついてますね、あのフロンスだと。なんかサンルーフありますよね。あります、あります、ありますよね。オプションであるんですか？そう、つけれます。それ結構広いサンルーフよくグラスってね、すごいよね。全部がね、グラスルーフではなくて、いわゆるサンルーフかな。あ、そうか。なぜというと、やっぱりフロンスの方がちょっと、暗いですよ。あ、そうか。冬とか。街がね。そう。だから、明るくしたくて、うん、やっぱりサンルーフが多いですよ。あ、いい感じ、いい感じ。うん、これスポーツ。どうですか、コーナーのところでは。いや、いい感じだよ。いい感じ、うん、おしゃれ。なんかプジョンって言えば猫足ね、言われますけど、ね、猫足ですか？しっとりしてるね、うん、これ結構急ブレーキの時やっても引きがいいね、うん、いこの車はいいわ、うん、足いいね。600万円か。なんか粘りますよね、ちゃんとね、コーナーね。400万にしかねえかな。いや、でもね、あれですよ、あのエントリーブレードだと400万円台ですよね。そうです、そうです。429万。429万、一番安いの、うん、どう違うんですか、うん、何が違うんだろう。まあやっぱりそういう内装。あ、内装違う。ハイブリッドじゃないですね。はい、ハイブリッドじゃない。ハイブリッドではない。あ、それただのガソリンの 1.2リッター。じゃあ補助金ないもんね。補助金はない。皆さん、はい、どうでした？いや、もうおしゃれ、おしゃれ、うん、おしゃれな車だよね、プジョーは。本当にね、なんかさ、うん、ゆったりした感じだよね。いや、本当本当。だけどヨーロッパのハイブリッドって、うん、はい、みんなこうマイルドハイブリッドだよね、うんうん、ああ、そうですね。これはだけど違いますよね。これが一応充電できます、ね、うん、あの満充電だと、5時間かかります、はい、でもそれはあの3キロワット、あ、はい、で6キロワットだと2時間半しかかないんですよ、はい、プラグインハイブリッドです、うん、そう、うん、これプラグインなの、うん、です、うん、プラグインです。あ、そうなんですよ、うん、でプラグインで何キロ走ってたの、うん、65キロ。電気だと65キロ、うん、まあ、六本木の街だったらもう全然いけます。それだったら、うん、この車安いね。あ、そうね、そういう考えると安いね。そう、プラグインハイブリッドとして考えるとそんなめちゃめちゃ高くないんで。プラグインハイブリッドって今高いじゃないですか。高い、うん、とそれこそアウトランダーなんかよりも安いくらいでしょ、はいはい、うん、アウトランダーも結構しますから ね、 もう、だから もちろんアウトランダーもいい車だけども、うん、なんか普通になんか街並み、うん、ね、中走ってるおしゃれだし、いいな、ね、やっぱ色が独特ですからね、このブルーも。もう見ないですね、うん、オプセッションブルー、なかなかないよ、この色は、ね、うん、あ、
まあ、プジョー自体がおしゃれだからね、うん、確かにおしゃれ。ライオンもらった。あ、ライオンちゃん、ほんとマスコットを持ってきました、ね、なるほど、ありがとうございます。プジョーといえばライオンちゃん、今日の木に来てください。はい、はい、というわけで竹岡家への注目の一台でした。はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。